神が怖くないの。俺は君が恐ろしいよ。ずっと座ってるつもりなのか。他にどうするの？立つの？そうじゃない、漕ぐんだ。漕ぐ？考えてもみなかったわ。つまり面倒は全部俺任せだと？まさか。でも漕ぐのはあなたの仕事よ。それはどうして？あなたが行くって言ったから。え？俺が？私は興味ないってはっきり言ったはず。漕ぐのが？ううん、それはいい運動よ。じゃあ何だ？あの思考実験のことよ。あとどれくらいかかる？人は失敗を覚悟の上で挑戦するものじゃないか。でも成功の見込みがなければ挑戦しない。ボートの話に戻ろう。あなたが漕がなければ永遠に着かない。いや、少しは手伝ってもらえたら助かるんだけどな。後ろの人に頼んだら？私よりもあそこに行きたいでしょうから。それはそうだろうな。でもきっと無駄だよ。なぜ？船が沈没しちまう。沈没？ずっと沈黙してるからね。あ、そういうこと。着いたわ。戻ってくる時間を教えた方がいいかしら。教えてどうなる。気休めになるかも。おい、ここが待ち合わせ場所か。そのはずだけどな。中に誰かいるはずだ。誰かいないか。ブッカー・デュイットだ。ここに呼ばれてきたんだ。罪を洗い流す。誰かいないか。おい、
一体何なんだここは。椅子に座ってほしいらしいな。さてお次は準備はよろしいですか。安全のために高速具を使用します。何がどうなってる。こいつはまずい。おい、クソ、待ってくれ。上昇します。上昇まで5秒。やめろ、やめてくれ。3、2、1。くそ、上昇開始。上昇、上昇。落ち着け、ブッカー。5000フィート。1万フィート。1万5000フィート。バレルヤ。Thank you.
預言者を愛しなさい。なぜなら彼は罪人を愛するのだから。罪人を愛しなさい。なぜならそれはあなた自身なのだから。罪人がいなければ贖い主のいる必要があるでしょうか。罪が存在しないなら許しに何の恩寵があるでしょうか。すまんが、ここはどこだ。天国、いや天国に一番近い場所だ。迂闊に質問なんかしたら正体がバレそうだ。そして毎年この日、我らはこの身をこの町に、そして預言者であるファーザー・カムストックに捧げる。我らは犠牲と感謝と洗礼の水に身を浸すことによってそれを行うのである。そう、もし預言者が我らの敵をウンデッド・ニーで打ち倒したのなら、眼下のソドムを許したとしてもそれで十分なのだ。新入りというわけか。下のソドムから来たのか。初めて来た者はその身を清めねばならぬ。我らの預言者ファウンダーズ、そして主の前でな。俺は町に行きたいだけだ。町へ行くだと兄弟よ、洗礼の水で生まれ変わらない限りコロンビアに行くことはできんのだ。さあその身を清めたまえ。これをやるかおい、預言者の名において、ファウンダーズの名において、主の名において、汝を洗礼、彼をコロンビアの胸の中で生まれ変わらせたまえ。どうだろう兄弟たちよ、まだ清められていないようだ。誰なんだ。娘を連れてくれば借金は帳消しだ。何の用だ。約束したはずだ。ユイット、このドアを開けるんだ。ではどうしてここが新たなエデンの園だ。思い込みに過ぎないよ。いや、思い込みなんかじゃない。そう、天使コロンビアからあの衛星僧侶め、洗礼と拷問の違いも分かってないんじゃないのか。そのおかげで目立つ建物を探して現在地を確認しよう。強い力を得た。ファーザーフランクリンは黄金の鍵を授かり、そのおかげでエデンはどこよりも豊かな産業を得た。ファーザージファーソンは書を授かり、そのおかげでエデンは他のどの国よりも優れた法を得たわ。そして毎年預言者は我々の灰を水で満たす。それゆえ灰は空気を愛す。燃え盛る剣と天使の翼を持てデラウェア川を渡し、大元氏、無知圧政と戦う者よ、剣により、書により、そして鍵により、アーメン。偶然や運などというものはなく、町が空に浮かんでいるからといって賢い人間ばかりじゃないらしい。まあいい、娘を探すとしよう。巻きもあるんだが、人は知ってがいかない。よう、どうも。その他老若男女が楽しめる娯楽が目白押しだ。好きも嫌いもないの。リバティスカウトは任務よ。ダダをこねるんじゃありません。預言者の最新演説を完全掲載だ。
ボックスポピライってそもそもボックスポピライってどんな意味なの？確かラテン語で。ラテン語？日はどのイベントに足を運ぶべきか。彼は剣においては強いが、鍵と書においてはやや弱い。晴れ渡った空、うららかな陽気、午後の街角を気まぐれに吹き抜ける爽やかな風、一言で言えばお祭りにはうってつけの日です。さあ音楽に戻りましょう。自己申告制か。これをもらおう。お花はいかが？愛国少女連盟の募金活動ですの。また今度。襟につけたらさぞお似合いでしょうに。気が変わったら戻ってきてね。男が洗礼の水に沈められる。顔を上げた時、男は別の人間として生まれ変わっている。しかし水に浸かったままでいるあの男は一体誰なのだ。おそらく罪人であり同時に聖人でもあるだろう。再び人々の前に現れるまでは。そこに彼女がいるってことか。電報ですよ。ん？あなた宛てです。リュイットへ。カムストックの注意を引くな。それから77番だけは絶対に選ぶな。ルーです。これは？どうも。
マンだ。いやどうも。酔っ払いのホラー話とはわけが違うよ。いいかい、私が言ってるのはリーダーのコマンだ。他の道を探そう。ミスタージェレミア・フィンクのご好意によるあんた方への贈り物さ。神の恩寵とも言うべきこの飲み物を味わったことのある人はいるかね。一口飲めば指先に奇跡が宿るのだよ。この驚くべき霊薬をこうしてみんなに売ることができるのも後世で情け深い預言者様がミスタージェレミア・フィンクを説き伏せたおかげというから感激じゃないか。我らが預言者万歳、コロンビア万歳。人間の指先から稲妻がほとばしり出ると言ったらあんた方は信じるかね。人間が体重1トンの種馬を宙に持ち上げられると言ったら信じるかね。驚くなかれ、これは全部正真正銘本当のことなんだ。酔っ払いのホラー話とはわけが違うよ。いいかい、私が言ってるのはビガーのことなんだ。それこそがミスタージェレミア・フィンクのご好意によるあんた方への贈り物さ。神の恩寵とも言うべきこの飲み物を味わったことのある人はいるかね。一口飲めば指先に奇跡が宿るのだよ。この驚くべき霊薬をこうしてみんなに売ることができるのも後世で情け深い預言者様がミスタージェレミア・フィンクを説き伏せたおかげというから感激じゃないか。我らが預言者万歳、コロンビア万歳。人間の指先から稲妻が。さあさあ、バッキングブランコの驚異的な力をお試しあれ。試してみよう。隠れている悪魔をうまいこと追っ払うんです。うまくできるかな。はい、まずは一匹。2匹目だ。調子が出てきましたね。商品がもらえますよ。さらにデイジーフィッツロイを仕留めたら特別ボーナスを申請します。よってさい、早打ち名人だ。いいぞ、あと少しだ。おやおや、やつがビビってますぜ。おやおや、やつがビビってますぜ。いたぞ、デイジーフィッツロイだ。このコロンビアにようやく平和が戻ったぞ。まさに文句のつけようがない射撃の腕前だ。ボックスをやっつけ、デイジーもやっつけた。これは報酬は弾まないわけにはいきませんね。さあさあ、腕に自信のある方、ボックスポピュライが逃走中だ。誰かがみんなを守らなきゃ。今こそ地元なるほど、でも区別がつかないわ。自販機にお金を入れたのに商品が出てこなかったことはない。ささやき一つで彼らはあなたの意のままになる。
Press to turn machines into allies.今のは何なんだ。味が4種類？そんなにあるの？普通のバニラ。よう、あんた、どんな酒が好みなんだい？俺はバフォードギン。抽選会にようこそ。どうしてさっきは気づかなかったのか。あ、いやはや、大変失礼しました。ともかく。表か？裏か？いいから通してくれ。表か？裏か？裏だ。やはり。うん。やはり思ったほどには嬉しくないな。元気出して、次があるわ。まあそうだね。いやいやいや。飛んでいく。空からこのまま落とされる。あの人、道に迷ったのかしら。あら、ちょっといい男じゃない。マーリー、あなたって本当好きものよね。ちょっとした話をみんなに聞かせよう。今より昔、まだ子供だった頃、私は。なんて、なんです？いいからさっさと抽選を始めよう。いいものはいい。私のお手本？もちろんカムストック夫人よ。彼女に預言者の五感を。ああ、でも意味がないわけじゃないわ。それどうしたんだよ。ええだろ。うちの話のご著書は全て読んでおります。母はレディーにふさわしからぬ職業などと草しますが、きっと私たちの再起をやっかんでいるのでしょう。ところで、当の少女を訪ねることが許されているのはあなただけというのは本当でしょうか。子羊も寂しい思いをしているなら、ぜひ会ってみたく存じます。私たちには相通ずるところが多いでしょうから、よろしくお取り計らいください。コンスタンス。では、ただいまより1912年の抽選会を始める。悪いが、買う気はない。バカね。ただに決まってるじゃない。そんなことも知らないの？77番。 77？ ラッキーナンバーね。幸運を祈るわ。くじを持ってこい。いやはや、コロンビア一可愛い女の子じゃないか。よし、では当選者のナンバーは77番だ。こいつは驚いたな。77番、
こっちに来て商品を受け取りたまえ。一投目だ。意外だからこんなのやめて。全部私の責任だ。そうだろう。だから頼む。この通りだ。どうした、投げないのか。いい見せ物だ。頼む。おやおや、恥ずかしがり屋のようだな。待て。やつ。で、その委員はどこで手に入れた。それが卑劣な偽りの羊飼いの印だということを知らんのか。偽りの羊飼いを野放しにするわけにはいかん。思い知らせてやるがいい。こいつを捕らえろ。偽りの羊飼いが我々の恋人を惑わせに来たぞ。さあ急げ急げ急げ。Possession now turns machine and man into allies. Hold and release to create a ghostly trap. やつは公園の中だ。仕留めろ。早く隠れるんだ。絶対逃がすな。
けに熱いな。どういうことだ。預言者のためにやったやれやれ。キスか。よし、一か八かだ。Press to throw a fiery grenade. Hold and release to create an explosive trap.こいつは効くな。あんたは楽園を売るわけだから、客は当然雑用は天使が片付けてくれると思うものだ。神の国に召使いなんかいないんだから。まあそれはともかく、ジョージアに知り合いがいてな、その男なら黒人の罪人を必要なだけ調達してくれる。なーに、身の程をわきまえなかった報いを受けてるバカばかりだ。良心の呵責を感じる必要はないぞ。どうして俺の前に現れる。言いがかりよ。現れたのはそっちだろう。俺はお酒は。の時に役立つぞ。生と死を分けることるわ、ね、完璧だ。
何だ。あら、驚いた。うまくいったことが。彼が死ななかったことがよ。しかし、磁気反発フィールドは重宝するはずだ。そのせいで死ななければね。消えてる。なるほど、フックに磁石が仕込まれてるのか。海中の男だ。逃げろ、見つかってしまうぞ。警察です、ご協力を。来たわ。静かに。よし、行こう。
して天使コロンビアから新しいエデンの園を作るための道具を授かるや、ファウンダーズは少しもためらわずその仕事に取り掛かった。85年かけて彼らは主の終わる気になる道を用意したのだ。だが偉大なる裏切り者リンカーンが現れて戦果をもたらすと、エデンの園は同胞の血に染まった。偉大なる裏切り者の差し出す救いは死のみであった。数名を負傷させたのです。平和な催しは一転、血の惨劇の舞台に変わりました。人事で
a release to create a nest trap. よ。
ませんが、モニュメントアイランドは完全に禁止です。どうぞお引き取りを。作業員の皆さんはスカイラインをご利用ください。スカイライン？抽選会場に駆けつけたおまわりが使ってたあれか。やつらを止めろ。医者いらずってやつだな。悪が地にはびこるのを見られた。そして地上に人を作ったことを悔い、心を痛められた。そして雨を降らせたのだ。40日40夜もの間、結果地上に生きる者は皆滅びた。この例からも分かるように、神でさえやり直しが認められるのだ。そしてこのコロンビアこそ現代の箱舟に他ならないのだ。探すべきかもな。ここがどういう…あ私の子羊を奪いにやってきた。だが全ての借りを帳消しになどできないぞ、ブッカ。会ったばかりで何が分かる。お前が戦いを得意とするように私は予言を得意としている。彼らがなぜ私に命を捧げるか分かるか。私が彼らの栄光を予言し、彼らはそれを幸福に思っているからだ。お前はどうしてコロンビアにやってきた。娘を連れてくれば借金を帳消しにするとでも言われたか。この先に待っているのは血塗られた道だぞ。もっともお前の場合はいつもそうだったがな。お前は私の子羊を惑わせにやってきた。だがお前の心は曲がり、お前の行く道はうねっている。帰れ、故郷のソドムへ。
ニュメントアイランドに向かおう。大丈夫、何もシェアしないよ。よし、なんとかなりそうだ。主は全てをお許しになる。しかし一階の預言者である私にその義務はない。アーメン。アーメン。閉じ込められてる。白人たちと来たら立ち入り禁止の場所さえ誰かに掃除をさせなきゃならんらしい。政治家や科学者どもは俺の前で何でも話しやがる。どうせ黒人は言葉がわからないとでも思ってるんだろう。難しい言葉はわからなくてもあいつらが上に閉じ込めてるものに怯えてることくらいはわかる。恐ろしい獣を捕まえたものの逃げるべきか悩んで。未来を見ることができるからといってそれを自分自身の目で確かめられるとは限らない。主の降臨に備えて下界を焼き払う炎の種子が生まれるのを私は見てきた。だがそうした種をまくのはエリザベスの仕事だ、はあ、私は道半ばにしてこの世を去るだろうが、エリザベスが遺髪を継いでくれる。私は間もなく主に召される。この体を蝕む腫瘍の一つ一つに主の慈愛を感じる。なぜなら
それらは主が待つ場所まで私を運んでくれる列車だからだ。私はエリザベスに工事を託し、行ってみよう。だが偽りの羊飼いが我が子羊を惑わしにやってくるとなれば話は別だ。その男の魔の手が彼女に及ばないようになるまで私は列車に乗れないだろう。彼女はそうか。この少女を特別な存在にしているものは何なのだろう。思うに彼女がどんな存在であるかという事実より、どんな存在ではないかということが関係しているようだ。少女の一部は彼女がもともと存在していた場所にとどまっている。まるで宇宙という粥の中に豆が溶け込むのを宇宙それ自体が拒否しているかのように。
の？ずっと前から。なぜ？どうしてそんなことするの？私は何なの？まずはこの塔から無事に脱出するんだ。現実の世界に戻ったのよ。さあ起きて。大丈夫だ。溺れるところだったのよ。ちゃんと大丈夫だと言ったろ。少し休ませてくれ。聞こえる音楽よ。行ってこい。俺はここで。あ、分かったわ。すぐに戻ってくる、ミスター・デュイット。預言者は自分の伝記の結末を知っていると言ったが、僕は書き出しすら思い浮かばない。
彼に関する資料は AU ホールに置いてある子供向けのものしかない。しかもそこには洗礼前のことは全て川のあぜに置いてきたなんて書いてある始末。盗作と言われようが構うもんか。検討の30ページは女の子を見なかったか。青いスカートで髪は茶色だ。飛行船か。脱出に使えるかもしれんな。不正だらけだ。俺は真っ当な対価を払ってほしいだけなのに。しとくよ。ほら行くぞ。どうして？もっといいことがある。ああパリへ行く。パリ？パリなんてどうやって行くの？あの飛行船さ。ま、踊っていたければ。まさか。すぐ行きましょう。ほら早く。外に出たわ。信じられないけど現実なのね。この匂い、こんな匂い嗅いだことない。あなたは？俺の知ってるビーチはこんな匂いじゃない。まるで本物の海みたい。でも実際はただのポンプと受水装置なのよね。ミスター・ジュイット、カムストックね。読んだことがあるわ。未来が見える人だって。力を持った男は自分が大好きでたまらなくなるんだ。嫌な顔してるわ。彼の顔が嫌ってこと？それとも目つきか？もう行きましょう。もう。私たち結構お金持ちよね。海に落ちたのが効いたみたいね。痛みを和らげるものがないか探してみるわ。ミスター・ドゥイット、これ。鳥かな？鳥かごかしら。やっぱり鳥だろう。鳥かごが一番よね。あの二人か。なんで？まあいい。見て、素敵ね。あなたはどっちが好き？これ、それともこれ？鳥のはすごく綺麗。鳥かごのはちょっと地味だけど、なんだか独特ね。悩むわね。右の。いいの？ああ。ありがとう。あら、
鳥かごだと思ったのに。負けを認めないならもうこれきりにするぞ。そんなのへりくつよ。なんてことだ。ひどい。他に誰がこんなことできる。大丈夫か。私の家だったの。ああ、ここを出よう。行きましょう。できなかったというの。預言者は賢そうに思えることを言うだけさ。まあ落ち着けって。大丈夫だから。フレデリック、こんな時にソングバードはどこへ。あいつが復讐の剣だ。でも納得できないわ。写真付きの ID をいつでも提示できるようにしておいてください。両腕を上げろ。指を開け。両足もだ。まっすぐに立ち、そのままじっとしてろ。ここは通れないな。いい考えがあるの。行きましょう。こいつ、おい、おまわり、こいつを見ろ。いかにも怪しいぞ。くそ、鍵がかかってる。黙ってろピート。家に帰って酔いを覚まして。何してる。お説教は結構。見た通りよ。開いた。あの人のことは聞いた。鍵開けなんてどこで覚えた。塔に閉じ込められて時間と本だけはたっぷりあったの。私意外に博識なのよ。いつも面倒な仕事ばかり回しやがる。いや、俺に掃除させようとわざとめちゃくちゃにしてるんだ。いつも面倒な仕事ばかり回し。ああ、これは旦那、おいらのことは気にしねえでくださいまじ。あれです、猫だってやつですよ。囚人を使ったムカ、シルバーイーグルを見つけたわ。あそこの自動販売機からあなたに薬を買えるかもしれない。ああ、そいつは名案だ。召使いが怪しい。それならこう話しかけてみましょう。初めてコロンビアに来た時、見たこともないような空の明るさと青さに驚いたものだ。まるで天国のように思えた。けれども目が眩しさになれるにつれ、私は気づいた。おびただしい数の白い顔が自分に険しい視線を注いでいること。お取りください。じゃないと二人とも面倒なことになる。ねえ。支配を渡るご婦人というのは素晴らしい。ミスター・デュイット、ミスター・デュイット、安心してください。これはミスター・フィンクからの贈り物です。そうか。一体どうして？自分にですか？その残忍さが気に入ったそうです。あれは何。どうぞお嬢さん、わたあめだよ。おいしいわたあめだよ。ありがとうよ。フローレンス・フリントロック、この最新作発売が3度延期されたって記事で読んだわ。あら、
の父と記念撮影はいかがですか。桜の木どうしてトイレが肌の色で分かれてるの。さあな、なんだか無駄に複雑って感じね。私、一緒に入る気はないわよ。子供の頃、私はビルという名前の犬を飼っていた。そして犬というものがなべてそうであるように、ビルは私の忠実な友だった。たとえ餌をやらなくても、ビルの忠誠心は変わらなかっただろう。たとえ無知で撃たれたとしても、やはりビルの忠誠心は変わらなかっただろう。ビルと同じことができるようになって初めて、有色人種は社会に居場所を得るのである。アイルランド系のマリー・マッカーシーにも、エリオ・マリーにもしたの。もしパパに見つかったりしたら、あ、もうアイルランド人を雇わなきゃいけないってだけで頭が痛いのに。フレデリック、あなたって悪い子ね。アナベル、私エステルよ。私アナベルじゃないわ。本当に？私はエリザベスよ。どこかでお会いした？エリザベス、素敵な名前ね。あ、変なの。残ってるお客さん、今日はもう閉園だよ。いや、ごめんなさい。この靴は磨いたら見栄えがしますよ。今まで気にしたことなかったな。気をつけな、滑るぜ。はい、ザワークラウトあるか。ザワークラウトあった。だったら一ついただこう。いくらだ。1シルバーイーグルだ。ほらよ。ファーストレディー号の切符を2枚。はい、ちょっと待ってくれ。ああ、手元にある手順はどうする。急いでるんだ。あ、そう、了解。解決したら折り返すよ。気に入らないな。ガードを頼む。準備は OK。 おい、誰かいないのか。お待たせしました、お客さん。捕まえて、触らないで。捕まえろ。死ね。
偽りの羊飼いがやってきた。日付は正確じゃなかったけど、預言者の予知がまたしても的中したのよ。ターゲットは生け捕りにしなきゃならない。万一彼女を死なせでもしたら、あの鳥は私たちを襲ってくるだろう。彼女はどこだ。誰だか見分けがつかないほど殺したに引き裂かれることになる。タバコも今ので6本目だわ。こんな風に待つのは耐えられない。どこだ、エリザベス。動くな、そこにいろ。こっちに来ないで。おい、こっちに来るんだ。費用がかかったはずだ。そうまでした連中から簡単に逃げられるか。お前は投資対象だ。どこか遠くに行くまでお前は危険にさらされている。私どうして狙われるの。わからん。でも出し抜かれるのはこれが最後だ。手を見せて。ああいうことはまた起きるのね。分からん。錠前があるわ。鍵がかかってる。問題ないわ。完了よ。あら、こいつはいい。ハウスでの毎日は単調だった。掃除に洗濯、重労働だが難しいことは何もない。カムストック夫人はたまにねぎらいの言葉をかけてくれる。彼らの世界での居場所を見つけたと思ってしまいそうだった。だが神はそんな浅はかな女たちをただ戯れに作っただけなのだ。これ欲しいでしょ。ソルジャーズフィールド、1903年、預言者が作った場所よ。預言者は遊園地が好きというわけか。子供に国家への奉仕を教えるつもりだったんでしょう。軍隊ということか。幼いうちに進むべき道を示されれば、老人になってもその道を忘れない。誰の言葉だ。さ、
ゲートが閉まってる。どうやって飛行船に行くの？とりあえず手で開けてみよう。こじ開けてみたら？ショックジョッキー、電力会社なんて必要なし。電気の代わりってことらしいな。はあ、そうなの。あれだ、ファーストレディもドックに向かってるようだな。あれでパリに行ける。ついてろよ。ええ、ミスタージェット。ブッカーでいい。なら、そうすればブッカー。ゴンドラに向かう？それとももう少しこの辺りを回ってみる。ここなら役に立つものが見つかりそうよ。受けさせましたね。助かる。どうして私を探すことになったの？依頼主は君に会いたかったんだろうな。鍵開けのレッスンを受けたかったとか。なぜあなたが？こんな街があること自体知らなかった。下の人もコロンビアのこと知ってるものと思ってたけど。まあ俺が流行遅れなだけかもしれん。子供の頃夢を見た。夢の中で私は少女を見ていた。自分であり自分でない少女を。その少女はまた別の少女を見ていた。やはり私であり私でない少女を。母は悪夢だと言ったけど、その夢が物理学を志す原点になった。こんにちは。静かに、手は見えるところに出しておけよ。こっちよ。美しいだろ。レバーアクションだが作動は滑らかだぜ。真の愛国者は相互労働をされたりしない。うちの一番の売れ筋だよ。なんだ。回転木馬に乗るあなたを想像してた。個人で事業をしてる。前はピンカートンで働いてた。
自慢できる経歴じゃないな。ピンクアート、労働者がストライキをやった時に事態の収拾に当たる人たちのこと。事態の収拾ね。ま、そんなところだ。飛行船に行くにはあのゴンドラを呼ばないと。見たところこれで呼べるみたい。立ち上がる時が来た。バター麺はいらんかね。甘くて美味しい塩サボ。そうなの？ちゃんと監視してないと想像もつかないようなトラブルに巻き込まれることになるぞ。ボーイや召使いが面倒を起こすっていうの？あなた、その旺盛な想像力他のことに。ホットドッグだよ、坊ちゃんにも。うちの冷たいコロンビアアイスクリームは最高なんだよ。私はワシントンに赴いたが、議会には私が見たコロンビアのイメージを理解する者はほとんどいなかった。しかし悪を正すのが預言者の務め。預言者とは神の顔を映し出す鏡に他ならないのだから。あの話好きだったけど、今思うとちょっと微妙よね。ミスター・デュイット、恋人はいるの？ああ、でも死んだよ。どうして？出産のせいだ。そう、子供がいるの？いや、どうしてくれ。何度も言わせるな。警告はしたからな。
ショックジョッキーがないとダメみたい。そのようだな。どこで手に入るんだ。見て、英雄ホールで未来のエネルギーに触れよう。うん、渡りに船だな。皆さん、偽りの羊飼いがコロンビア市内を逃走中です。万一あなた方の奥さんやお子さんがその毒牙にかかるようなことがあれば取り返しがつきません。だから報道する。楽だって。が起きたの。大丈夫、どうにかなるさ。こいつを何とかしなくては。だ、いや、蜂を、私苦手なの。叩き潰せばいいだろう。ダメ、刺される。エリザベス、いい考えがあるわ。おい、何してる。ジッパを開けているの。なんだあれは、なんだ。ティアよ、塔にいた時はよく開けていたわ。そのティアって窓みたいなものかしら。別の世界に繋がってるの。でも大抵はつまらないものしか見えない。こっちの世界とタオルの色が違うとか。でも時々すごいものが見える時があって手に取れたりするの。ほら、なんてこった。ちなみに飛行船なんかは手に入らないのか。それは無理ね。でもあそこに何かある。あ、ダメ。閉じろ。やってるわ。閉じるんだ。さっき見たものがどうにも信じられん。あんなものを使っていたらそれこそ死期が早まるぞ。You don't look the sort who can afford to turn down legitimate work. What do you want? How about we start with a light? Well, you got a name, miss? Elizabeth. You can call me Elizabeth. What can I do for you? There's a girl who needs to be found. Maybe you've seen her. This girl. This girl's dead. You know her. You'll see dozens of her type down by the docks or the slums in Apollo Square. Orphans. With Fontaine's charity shut. No place for them. But her you know. As I said, girl's dead. Lost. Look, I don't know where you get... Lost isn't dead. Name your rate, I will pay you for this work. You'd do this one gratis, wouldn't you? I don't follow. Something tells me you will.